はい、それじゃあお家最高で目指す天下統一続きやっていきましょう。まあ、前回はね、まあ、何はなくとも第一回にして末が寝返ったというのが、まあ、一番の収穫でしたよ。もう正直第一回誰も寝返らなんて?いや誰も寝返らない覚悟してたからね。まあなんで、まあ、何はともあれ佐藤金山に日の丸弁当の梅干しのごとく三千と輝く末家の家紋、今回もやっていきましょう。と気合入れたらいいけど、別にね、やることは特になくて、まあ例によって計りごと大きな価値をねぶっ放したから、お、なんかちょっと今テロテロうまいことクリックしちゃって飛ばしちゃったよ。いやすごいな、めちゃめちゃ来るね。報告いたします。誰かしらおらぬか。ゲチよ。どうすか。再興しないな。これさ、お金で転がせるんだったら転がした方がいいのかね。どうなんだろう。でも荒木元清とか、いやでも荒木家なさそうだよな、元清なんか。だからこうやって金で転がる連中で来そうなやつは転がしちゃってもいいのかもしれないね。まあとりあえず今は確約だけ済ませておきましょう。どうなんだろう実際。まあその辺もコメントいただければ幸い至極にございます。黒岩これっていうの来ないかな。姉が工事が滅亡。さあそして島津が滅んだぞ。これ吉弘の方の島津だね多分。確かね、滅んだか。吉見が下って吉見が保護にした。報告いたします。何が何だか分からん。ご命令を。さあと最高はなしか。まあ確約だけ済ませておきましょう。まあ続けていきましょう。我が祭。お、来た。やはり天下無二のものですね。あれ、はかりごと王家勝ちなんだ。小早川隆景も。え、っていうのは、はかりごと王家勝ちってことだよね。ちょっと待って、小早川隆景の対名ってどうなっとる？いや、これじゃなくて、どうやって見ればいいんだ？武将で見る感じでもないよね、多分ね。あれ、これどうやって見ればいいんだ？小早川隆景の情報を見たいんだが、小早川家の情報を。対面情報これでいいか。これで見れそうだな。あ、やっぱ、はかりごと大きな勝ちは、あのはかりごと大きな勝ちなんだね。まあでも、天保命令がないから小早川はやっぱり無理か。天保命令ないときついよな。やっぱり毛利元就一択なんだね。ちょっと、ちょうどクリックしたタイミングでさ、テロ、あ来た。報告いたします。これは来たでしょう。来た信近。これより表情を行う。いや、熱い。それは熱い。ちょ、はよはよ。もう、パッパッパッと済ませていきますよ。僧侶外交、城内調略、水路整備。行きましょう。ちょっと災害も備えておきたいもんね。新参抜擢一応言っとくか。多分意味ないけどね。牧畜支援いきます。独占手法改善しましょう。星殺し殺しておきます。以上。ご命令を。いや来たでしょこれ絶対に。お、あ、はぁ、あ、違う、これ荒木元清だ。びっくりさせんな。あれ元春、あれちょっと待って、キッカー元、あ、違うわ、こっちだ、こっち。ちょ、また落ち着け、落ち着け。落ち着け。あれ、キッカー元春今言ったよね。テロテロテロンってなったのあったっけ。あれいないんだけど。キッカー元春は見逃してないよね。あれなんでいないのここに。ちょっと待って、どういうこと。え、ちょっと待って、どういうこと。まさか使えたとかそういうことはないよね。さすがにないよな、いきなり使えたっていうのはね。あれ何今の。え、なんかあったよね絶対に。それはどうやって見ればいい。愚心城で見れる。
危機感を持たなら我らとの接触を今後避ける。なんだよそっちかよ。あれっていうか危機感を持たなら、ちょっと待って、揺らいでいるけど揺らいだ瞬間に接触を避けたってこと、意味がわからんのだけど。なんだよ、ちょっと、え、頼むわ、そこはマジで頼むわ。もう、じゃあ、テロレーンが鳴った瞬間に仕掛けないとダメってことはね。ちょ、ターンが移り変わってから行こうかなと思ったんだけどさ、この瞬間に、いや、広い家だからな、これ。元春じゃないからね。そうか。すげえ残念。あれ、多分元春、旗揚げしたでしょ。さようだ。残念極まりない、まっこと残念極まりない。めっちゃ興奮したのにな。報告いたします。ご命令を。いやちょ、落ち込みようが半端ないんだけどダメージでけえこれ。いやもうロードしかねないぐらいのダメージだったな。なるほどねえ、本当に、本当にさぁ。エコモア。あ、はかりごと大きな勝ち。いけるね。はかりごと大きな勝ち。元春くらえ！これで中性落ちたりしないっすか、元春の。あ、でも赤くなってないなぁ。赤くなってないどころか。あいつ、青いね、元春。こん中にいないわ。黄色の上の方なのかもしれないけどね。さあ、今度のは、古賀足利。まあ、そら滅びるだろ。平岡。平岡はダメだよな。ダメだね。使いの者が来たようです。小早川から校長、まあ、同盟か。すいません、ね。いや、申し訳ありません、ね。さあ、滅んだのは、池田。池田常興、これ。三沢。うなり声を上げるのに。しつけ報告いたします。お前か、しつこいな。先月の終始です。ご命令を。まあ、いないよね。で、そっか。周防高森攻められると困るんで、まあ、この辺撤去して、準決勝。まあ、ここにレベル3の準決勝あるから、いざとなったら、高森で守れるか。ね、特にないよね、やること。進めていきましょう。雨子赤松、参戦する気でやりましょう。あ、来たぞ、これ。あ、大内に行ったんか、まあ、不参戦。いや、小林はうちに来たのかなと思って、親善しておきながら。元山な。元山さ、戦国大名なんだからさ、立ち上がれよ、そこは。何、戦国大名の気概失ってんの、この人。荒木村次。木村継ぐも、荒木はやっぱね、道のクソじゃないとダメなんだよな、水戸や。報告いたします。た先月の終始で。来たかなと頑張ってますから。これより表情を行う。砲術技術、言ってきますか。足軽徴用はいらんよな。金もったいないし、足軽は。そうじゃ神前、一応言っとくか。ていうか、ここの交渉の国にアンロックするために、あと通商関係7勢力と結ばないといけないですね。まあ、なんでちょっと、まあ、収入も少し安定したんで、まあ、通称まで各勢力いっときましょう。これで金銭収支マイナスか。じゃあここで止めといて、まあ、続けましょう。さあ、滅んだのは石田。三成は伊豆に吹っ飛ばされたんだね。小早川結構余ってるよね。小早川に本庄常光、違うよな。報告いたします。ご命令を。どうすか、最高、誰もしないっすか。そうっすか、はい、続けていきます。さあ、はかりごと大きな勝ち。なんぞ、いぶし銀。なんすかそれ。もう一回やったんだけど覚えてないな。銀山のある証券の成長速度が上がり、金銭収入、あ、いいねこれね。佐藤金山すでに上げちゃったんだ。まあまあ、荒木の時を。さあ、滅んだのは赤松。勢力が滅ぶと興奮しちゃう。宮本武蔵、あ、これ
これ剣豪聞かねないぞ。宮本武蔵、どうすか。来たー宮本家。そう、剣豪とかさ、なんかその一芸系の人ってさ、お家再興するんだよね。宮本家、おめでとう。やったぜ。山吹城、いただきまーす。やったね。これどうしよっかな。とりあえず山吹城にしときゃいっか。で、宮本が攻められるようだったら、援軍に向かえばいいよね。あんまりでもさ、これ、天保命令で思って、なんか毛利をここ、ここ、ここ、ここみたいな感じでさ、あんまり広い範囲に散らかすのも、どうかなと思うんだよな。まあ、とりあえず宮本はこのままでいいでしょう。いや、やった嬉しい、これ。北通商結びます。報告いたします。ご命令を。いやー、いいね。第2回も、無事にこれ、とりあえず形になりましたな。本当に。いや、これ絶対に、どっかのタイミングで、なるほどな。誰もくだらない回来るよな。そしたらどうしよう。本当にただ見てるだけの虚しい動画だぞ。おっさんがくっちゃばってんのを聞きながら、大丈夫かな。武蔵よ、来たね。まあ、当然宮本家に参戦し。これはあの貸さないけど普通に援軍に行くわ。あれこれ援軍行けない？あ、行けないのか。え、どうしよう。そしたら雨子に宣戦布告しちゃうか。楽しませてくれるのだろうな。そしたら移動できるよね、ここね。あ、この辺でぶつからいいんじゃない？これ敵の軍いくつだ ?9000 か。まあ2万。2万も出す必要ないな。1万6000で余裕も余裕でしょ。じゃあこれで宮本家の救援に向かいます。進め！まあ問題はなかろうって。あ、これ大丈夫か本当に。あ、これやばいぞ。滅びるんだよ。頼むぞ。待って、滅んじゃ違うんさ、それは。それはちょっと違うんさ。出るぞ。6800同士だ。これややこしいな。ねえ、ちょっとややこしいよね。なんか近づいてきた。報告します。これしまったな。もっと準決勝バンバン作っとくべきだったか。まあ論対面のまんまで、元なり福原、ホイダ、これにて表示を終えよう。どうしようかな。大名公安、豊作公安会ってこうか。川沿い不審行ってきます。川除け不審か。川除け不審ね。ご命令を。さて、そうだね。この準決勝一応かかっているけど、相手方の準決勝もかかってるからっていう話か。まあ、なんとかなるべ。なんとかなると信じよう。そしたらさ、戦系の対名も発動しちゃおっか。例えば、備えあれば憂いなしとか。亀の甲より年の甲より。それと、猛攻号令、言っとく？亀の甲より。これでさすがに、勝てるでしょう。と、さらに、通称をね、狙っていきましょう。かしこまりました。では進めていきます。常久とぶつかっていきましょう。さあ激突、まあ分からずで参りましょう。あれ兵数多くね。あ、っていうのは準決勝がかかってるからか。向こうレベル2がね。そっか、まあのろし上げられるだろうし、ここなら、うん、上げられるね。のろし、まあ金置いて穴さ掘って戦えばなんとかなるんでねえか。わしゃそう思うぞ。参ります。山吹の戦い、いざ入ろうか。鳥居ちょっとうさんくさいかな。破壊しちゃってもいいかもしれないね。鳥居め、始めるぞ。ここならあんま影響ないか。始めるぞ。ゲチよ、覚悟は良いか。
で元就の防神亀裂をできるだけ多くの部隊にぶち込みたいんで、元就は真ん中にしといた方がいいかな。ご命令ください。端っこに置いといても面白いかもしれないけどね、元就を端の部隊に防神亀裂をつけてさ、そのままなだれ込むっていうのもありはありだよね。そうしよっかな。だから秀元と元就の位置を交換しましょう。皆の者恐れるでないぞ。さあ動かないね、相手方が。どうしよう、うちから仕掛けるか。出るぞ、始めるぞ。覚悟しろ。舞台数が多いからあんまりね動きたくないけど、三子、あ、来た。防神亀裂ぶち込んで、それを側面から叩こう。キッカ広いだ。いや、なんでキッカ広いや、くだらなかったんだろうな。くだらなかったっていうか、始めるぞ。なんで、これちょっと怪しいか。防神亀裂やっぱり複数部隊に叩き込んだ方が。あ、なにこれ、ギサ術作。うわ、そんなんあったか。防具3ダウン、これ結構きつくないか。ゲチを始めるぞ。やりたい前へ。これハルシサのやつだよね、きっとね。三子の教え前へ。ちょっと怪しい感じかな。大丈夫かな。変数差あるからご命令よ。大丈夫と思うんだけど。防神切れこれ入るでしょ。二部隊若造ども覚悟せい。さあ同置しとけ。ご命令。これ入るからつよ。回避持ってんの。うっとうしい。やりたい。ちょっと嫌な感じの戦になってるね。前へ。あ、でもそろそろ一部隊壊滅そうな気がするけどな。壊滅、よしよしよし。これほどと。さあ、まあ、元就で背後をつこう。広い家の固まってんの。防神亀裂叩き込みたいな。三子やりたい前へ。始めるぞ。まさか壊滅。壊滅、まあ勝ちには向かってるね。戦自体は来た。防神亀裂三部隊。これ痛いだろう、この同士打ちは。また身動き取れなくなるのがきついよね、防神亀裂って。防神打ち自体も結構強いもんね。壊滅、さらに壊滅、壊滅、壊滅、ちょっと元就危ないな、兵数が。覚悟は良いか。なんで救援に向かおう。油断した。まあ、戦の数勢は大きくこっちに。ああ危ないな、これちょっと元就引こう。やりたい前。背後疲れて蹴散らされそうだけど大丈夫か。あ、これ、あ、ちょっと待って。ちょっとそれはまずい。それはやりたい前。ちょっと頑張りすぎた、前線で防神亀裂に溺れた。策に溺れてしまった、己の策に。お味方が討ち死にしました。いや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 、処断されとる。ちょっと待って、戦下手かよ。参りましたな。いや、まあちょっとね、いい学びになったわ。そうだね、戦のシステムが、まあ、全然違うな、新生と。ちょ、直前まで新生やってた。まあ言い訳をしておきましょう。吉川広家ね、吉川広家再興しないんだよな。まあ一応吉川広家経由でもしかしたら元春につながるかもしれないんでね、言っときましょう。分からなくはありません。分からなくはありません。そうですか。裏紙と筋を結びます。報告いたします。いや、しかしゲチよ、あれ負けたのちょっと参ったね。びっくりしたわ、我ながらびっくりしたわ。武将減っちゃってるわ。どうしよっかな。武蔵内側に入れとく。てかすごくね、10人も武将いんだけど。あ、赤松とかいんのか。これちょっと待って、旗揚げさせない方が良かったかもしれない、もしかして。いや、でも違う、じゃないよな。旗揚げしなきゃいけないだもんね、この、このプレイではね。旗揚げはして正解なんですよ。さあ、どうすかな。あ、そっか。外交でもっと通商を結ばないといけないんだよね、通商関係を。まあ、河野も言っときますか。かしこまりました。と、大友ね。
通称しときましょう。かしこまりました。あと一つ、橘同説。かっこいいね。かしこまりました。行きましょう。いや、ちょっと待って。今の敗戦結構心に来てるな。赤松春政どうすか。赤松春政お家は再興しない。そうですか。じゃあね、上司確約という餌をちらつかせて置いてやろう。まあ寝返らすことはしないですけどね。大友通信を結びます。立花とも結びます。これで解除されないかな。どうだろう。さあ、ちょうどよく表情。まだか。マロン対目のまんまで光ったのはのみ。まあ元なり、あー高本で。これにて表情。あ、来たね。よかったよかった。じゃあ交渉の極意いきます。先方提案取りますか。ちょっと戦負けたの結構ショックでさ。こっち側伸ばしてね、ちょっと力の底上げをしたいなって気も正直あるんだよな。さあ、大内が滅びるぞ。あれ今ちょっと待って、ギリで滅んでなくね。大内滅んでないんだけど。報告いたします。そんなことある。ここまで追い込んどいて滅ぼさないってどんなだよ。もう意味がわからん。小早川は稲葉とかどうなんだろう。稲葉正成とか、これ立ち上がってもおかしくなさそうな気しないね。なんかするよね、そんな気ね。ちょっと元春の件があってさ、先月の終始です。やっぱあのテンテレテンテなってから即座にチェックしなくちゃいけないなって感じするのよね。これ講和しとこう。あの音は武蔵は講和したんかな。あの音我が妻出た。これうちにも影響あんだよな。はがりごとおきやがち。あ、ていうかうちもはがりごとおきやがち打たなくちゃ。ちょターンの合間に打つの嫌だから、このターンが終わったら打つことにしましょう。まだ宮本と雨子戦続いてんね。報告いたします。さあ、じゃあはかりごとおきやがち言っときましょう。りごとは勝ち。これさ、小早川がはかりごと豪気が勝ち打ってるもんだからさ、うちの中性も多分下がってるよね。大宴会とか打てるんだったら打った方がいいんだろうな、きっと。まあだからといって、あ、そっか、こうはしちゃったから雨子が消えたのか。いやー、なんか微妙にややこしい子になったな。あ、西園寺金広、これ西園寺金広は立ち上がる武将じゃない。西園寺家だもんね。立ち上がらねー。おい、やる気見せろ金広。ハラミ石吉川秀から保護にされてしまった。まあそれは構わないけどね。保護する。報告いたします。ごめん。大内義隆が狙っている。いや、もう勝手にしてくれ。雨子はまだ講和中だからいけないか。雨子三村、まあ参戦する義理やなし。来島、あ、来島どうすか。再興しねえな。ほんと頼むよ。いや、まあでも今回は宮本を下してっか。なるほどな。とりあえず、なるほど、とりあえず形にはなってるんですよ今回はね。誰も下らないかいっていうのがいっちゃやばいんさ。報告いたします。そろそろさ、雨子との講和切れてもおかしくないよね。さ、表情を行う。肥料増産に、うん、まあ別に。高本、福原、森隣。これにて表情を得よ。場内通訳、合唱作、この辺取ってもしょうがないよな。星5、あ、でも向上戦をしないからね。農兵徴用帰ってこう。支出検知行ってきます。以上。あ、総領外交一応ね、一応行ってきます。ゲチよ。エケイとかマジでどこ行ったんだろうね。アマゴはまだ講和中か。え、ほんとエケイよな。あいつ姿を消したよね、完全に。と東まで、東国まで流れちゃったんかな。まあ続けていきましょう。
アマゴ勝ったね。まだまだ、うん、これ来たんじゃね。いや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 、え、最高しろよお前、荒木家をさ、頼むよ。あれ、荒木村重って最高しないんだ。報告いたします。そうなのか。ごめん、誰が最高するのよ。じゃあわからん、マジでわからん。アマコはまだ講話中。そうか、参ったな。ねえ、荒木村重来ないとなるとっていう感じ正直あるよね。うーん、うーむ。報告いたします。そうか、ご命令を。ため息出ちゃうんだけど。はあって、アマゴもだいぶ減ってきちゃったな。まあ元なりで無理くり削り取ろう。キッカー元春がね、いなくなっちゃったら痛いよな。はかりごと大きな勝ちは翌月か。来た、小早川のはかりごと大きな、うちの忠誠が落ちる。さあ滅んだのは伊藤。宇都宮ね、宇都宮もやる気見せてくんねえかんな。困ったもんだよね本当に。気概を見せろ、気概を。本庄常光、よく見る名前ばっかりになってきちゃったな本当に。報告いたします。対名公安行ってきましょう。軍配流通とか取ってもしょうがないし、まあ以上、足軽徴用、まあ一応取っとくか。以上、ご命令を。で、はかりごと大きは勝ち。はかりごと大きは勝ち。どうすか、増えてないっすかこれで。20人か、結構いるはいるんだけどね。いや、キッカー元春マジで惜しいことしたよな。あの5日間だけだったもんね、チャンスね。アマゴ膨れてるね。西園寺な、西園寺は気概を見せてくれないタイプの武将なんだよね。葛西、香西か、あれは葛西じゃないんだよな。この細川滅んだ。報告いたします。まあ行きましょう。さあ滅んだのはアシナ、直江によって滅ぼされた。この辺のね、ありえない戦いをしてるのがさ、この群雄シナリオのいいところだよね。直江兼継ぐ隊、アシナ失踪なんてね、胸高鳴っちゃう。違うんさ、仲良い、違うんさ違うんさ。報告いたします。いや、小早川早く大内滅ぼしてくんないかな。ねえ、滅ぼしていただかないと困るんだけど、うちとしてはすごく金に余裕出てきたからさ、もう行けるとこ全部行っちゃおっ か浮田とかも、まあ、意味があるのかないのかは別にして、かしこまりました。行っちゃう、金があるから。三村ももう適正見込みが丸ついてるようだったら行っちゃいましょう。かしこまりました。もしかしたらね、どっかにまだ見ぬ武将が眠ってる可能性があるからね。かしこまりました。まあでも大内は行ってもしょうがないから、マジでしょうがないからここは行かないですけど、まあまあ、いや頼む、もう一人ぐらい行っときたいよね。第2回明石影近どうなんすか。誰も再興してくれん悲しいよ僕は。キッカー広家ね、キッカー広家そうつくんだけどさ、お家再興してくんないんだよね。キッカー広家から元春をたどるという意味で広家とは通じておきますけどね。これより表情を行う。表情から表情が長い。あー、対面ポイント溜まりすぎたな。ちょっと軍論にしましょう。今は使ったのは高本、まあ、元成本位だね。これにて表情を終えよう。高速行軍回取っていきましょう。雪よけ耐震補修取ります。
以上。ゲチよ。まあ、やることはないんで、このまま進めていきましょうか。さあ、滅んだのは、鍋島。鍋島って旗揚げすんのかな？なんか、しなそうなイメージあるけどね、鍋島って。今、稲葉来たな。稲葉のライトツナね。あー、稲葉、最高しないわ。そうか。最高条件って何なんだろうな。ねえ。そこよな。報告いたします。なんで、ご命令を。宮本武蔵はお家再興するのにさ、荒木村重はお家再興しないんだ。そこが謎だよね。そろそろ小早川の計りごと大きがちが飛んでくるでしょう。その翌日に我らのね、計りごと大きが飛ぶからね。いや、すごいな、しかし。めちゃくちゃ下るじゃん。報告いたします。めちゃくちゃ下るんだけど、ご命令を。誰もお家再興する気概はねえよね、状況なんだよね。いや、いるんだよね。結構コロ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 してるんだけど、お家再興はないと。お家って何よ。だって本当に再興して、おい、通過しとる。直撃したんだけど。報告いたします。ごそって兵が言った。参りましたな。これより表情。表情を行う。先方天アクロ走破。あ、そっか。台風食らったからね。まあ、今回も軍論のまんまで。元就、阿波や、ホイダ。これにて表情を得よう。反感の刑。一応反感の刑取っとくか。それっぽいから。さあ、まあもう張り切ってガン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 進めていくしかないよね。まあ、とりあえず計りごと大きは勝ち。打っときましょう。計りごと大きは勝ち、少なきは負け。いきます。戦の極意、祖母井後藤勝本、生駒。生駒って感じじゃないよな。報告いたします。どうなんすか実際。ゲチよ。その辺そろそろいないですか。いいねー。どいつもこいつも最高罰だ。さあ、じゃあまあ、結構カットカットを繰り返してるからさ、動画の尺がどんなもんになってるのか分かんないけど、まあ今回はこれぐらいにしときましょう。どうしよう、これ結構40分とか1時間ぐらいプレイしてんだけど、動画の尺15分ぐらいになるかもしんないな。まあまあ、それはそれでしょうがないか。はい、ということで、今回は、まあ、今回はね、宮本家を再興させることができたのでね。まあ、一応成果が出たということで、今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。